強い。何か高額の勝負ができると聞いた。まず手持ちが条件に合ってるか確認します。カードを見せてもらっても。カードはあるようですね。参加料は払えますか。払え。ではお名前を。参加票を発行します。リビアのゲラルトだ。リビアのジェラードと。試合は間もなく開始します。その前に一般人を退出させるのでお待ちください。大会参加者以外は皆退出してください。明日またお待ちしております。あらまあ、リビアのゲラルトじゃない。退屈な大会になりそうだと思ってたのに。悪いけど村人とかゴロツキとかエゼ貴族からお金を巻き上げても満足できないの。前に会ったか。知り合いということにしておきましょうよ。あなたのいい噂はたくさん聞いてるわ。とっても詳しいところまでね。ふん、こういう場ではそれは褒め言葉じゃなく警告だな。名前は？サシャ。サシャなんだ。それとも本名を言いたくないか。そうね、サシャで十分とだけ言っておくわ。パシフローラにはよく来るのか。みんなと知り合いのようだが。ちょくちょく顔を出してるの。みんな知ってるわけじゃないけど。あの人、あれはパトリック・ヘーゼルナッツ。どこへ行くにもあの3人を連れてる。ゼリガニアの女戦士2人を護衛にして旅する男には会ったことがあるが、あれはお察しの通り。あのハーフリングはバーナード・テュル農民よ。楽しめればいいって言ってるけど、誰だって勝ちたいわよね。あのフィネアスには気をつけて。彼、あなたみたいなはぐれ者が好きじゃないの。皮肉よね。自分自身がハーフエルフなのに。ティバルト伯爵は知ってるでしょ。なんといってもこの大会の主催者だもの。実は知らないんだ。大富豪で有名なのよ。どれくらいかは知らないけど、少なくとも称号と領地を手にできるくらいはね。わかった。ではまた後でな。始まるまでに他の人と話すといいわ。伯爵が来ないと始まらないし。なんだ。よく参加してるのか。関係ないだろ。カードを覗き見する気か。ゲームの前の暇つぶしに俺の体で遊びたいか。ケツを貸せって。対戦すればカードは見られる。そう簡単に勝ち上がれると思うなよ。モンスタースレイ。私も初めてでね。参加費を貯めるのに長くかかったよ。キノコを売るだけじゃなかなかね。本当に農民なのか。そう見えないか。小さな農場を持ってるんだ。一日中座って作物を眺めてるのさ。その匂いは何だ。匂い。とにかくキノコはいいものだが、時々は息抜きが必要だ。妻には泣いて止められたがね。ノビグラドに行ったら喉を切り裂かれるって。何が言ったんだ。ホーテンシア、これはチャンスだ。最高のプレイヤーとカードが待ってるんだって。やっと許してくれたよ。幸運を祈る。君もな。これぞスポーツマンシップだ。あっちのエルフマジックとは大違いだ。殺すような目でずっと私を睨んでるよ。悪いが、ゲームの前は精神を集中したいんだ。そうみたいだな。サシャなんかと話してる暇があったらこうするね。あの女は油断ならんからな。皆様、参加者限定のグエント大会へようこそ。限定とは参加者が精鋭ばかりという意味だけではない。
ゲーム終了までにパシフローラを出た方は失格となる。これがルールその1だ。ルールその2、3、4は喧嘩、イカ様、魔法を使ったトリックの禁止。かけるものは黄金の彫像。優勝者は全ての像と参加費の9倍の賞金を獲得する。9人の参加者がいるので計算は単純だ。大会は3回戦。勝ち上がった1人が私と対決する。対戦の組み合わせはくじで決定する。1回戦のグループ分けはこの場で決定だ。よし、フィネアス対ティムノット、パトリック・ヘーゼルナッツ対ハラルド・フェザーバンズ、リビアのゲバルト対バーナード・テュル。ほう、これはこれは。ブランブル・フランテンストロー主体マダム・サシャ。望むところだ。皆、健闘を祈るぞ。人種？いよいよだ。毎日家族に今夜の話を聞かせることになりそうだな。さあ、始めよう。
おめでとう。1回戦敗退というのは少し格好悪いが仕方ない、勝負だからな。楽しかったよ、それで十分だ。1回戦ではどうだったのかしら。悪くない、君も勝ったようだな。どうも相手は酔ってたみたいね。全体的には悪くない手だったんだけど。気が散るものがあったんじゃないか。あら、話の続きは二人きりでしない。いいことを思いついたの。上のテラスに来て。いいだろう。急いでるの、王子様。ああ、やっと二人きりだわ。話したいこととは何だ。荷車一台分のお金、莫大な賞金よね。私は悪い人の手にあのお金が渡ってほしくないの。でも運は当てにならないわ。要するに誰かがお金を気づかれないように持ち出せばいいと思うの。ふん、思いもしなかった方向に話が進むな。見た感じまさか君が泥棒だとは思わなかった。違うわ。だから手伝ってほしいのよ。なぜ俺に。私は女で、あのお金が必要なの。リビアのゲラルトは困ってる女性を見捨てないって噂でしょ。噂の出所は。フリンギラビゴよ。ボークレールでの活躍を聞いたわ。それで頼りになると思ったの。目的が正義のためならね。これが正義のためとは思えんな。私の命がかかってると言っても。それなら話は別だな。いいだろう、力を貸してやろう。もちろん、お金は山分けよ。山分け？俺が優勝したらどうするんだ。その時は別の提案をさせてもらうわ。計画は？時が来れば全て話すわ。今はただ油断しないでいて。もし負けても最後まで帰らないで。きっと後悔はさせないから。わからないことだらけだが、まあいい。素敵。じゃあ決まりね。みんなのところへ戻りましょう。それでどうするの。うん、2回戦の始まりだ。皆さんご注目。マダム・サシャ対リビアのギルバート、フィネアス対ハラルド・フェザーバンズ。よし、良い勝負を期待している。幸運の女神が皆さんに微笑みますように。金払いが良くて殴らないなら誰でもいいわ。何か変わったことしてみない。楽に勝っても興奮しないの。もし手加減なんてしたら怒るわよ。もちろん、たださっきの提案の件は気になるがな。
幸運が続くといいわね。